この2つのプロジェクトを見てみますと、アレキサンドリア図書館の持っている可能性、それから限界というのが非常に私にははっきり見えてくるような気がします。非常に大きな役割を果たしているのがこの今年から名前を変えたアラブフューチャーカンファレンスというものですが、これはアラブ世界の民主化という問題設定が非常にはっきりした、でそれに取り組んでいく、でそのためにオピニオンリーダーが集むそこに集まって、常に関連するいろんな分野をチェックしていくという非常に大きな役割を果たしていってまして、おそらく長期的には歴史の上でも大きなページを割かれることになるんだろうと思います。それからバイオビジョンの作業を見てますと、これは決定的に越境型なんです。それぞれの人はそれぞれの専門を持ってる、だけどいろんな問題にお互いに手を伸ばして議論しながら地を広げていくという場を与えてます。そこに行きますと非常に勉強になりますけど、まだ越境の姿というのがそれほど深まってない、非常に難しいんだろうと思います。おそらくアレキサンドリア図書館が持っています、比較優位、それから比較劣位というようなことを考えていますと、問題設定、これがもうすでにアラブ社会ではなくてはならないものになってきている。で、越境する地、これはたった今はまだ深まっている感じがちょっとしませんけど、そこに出てきている人たちの各セッション終わった後での話などから感じますのは、おそらくこの越境型というのが非常に中期的にアレキサンドリア図書館が貢献する大事な分野になんじゃないかなという気がします。でそれに反しまして、ディスプリンを融合して境目をなくしちゃうというようなもの、これは全然できてない。スタッフが1100人いるって言いましたけど、このディスプリンを融合してそれぞれ一つの枠組みにしていくためには非常に重要な研究室を持たなくてはなりません。その能力は今のところ欠けてると思います。おそらく今後もそこに重点を置くことになりますと、これはすごいお金のかかる分野ですので、多分難しいんだろうなという感じがします。この3つのパターンと、知の総合の3つのパターンということからすると、そういうようなことが私は感じられます。でこのアレキサンドリア図書館の作業全体を通じて言えることなんですけど、理性、
ラショナリティ、これを非常に重視してます。それはおそらくアラブ世界に対するチャレンジという意味がそこで出てきてるんだろうと思うんですけど、それがどこまでこのアレクサンドリア図書館を通じてアラブ世界にインパクトを及ぼせるのか、これから見どころだと思うんですが、それと三つ目には私が一番気になりますのは、このすごいことになっているアレクサンドリア図書館、これは一にも二にもイスマイル・セラゲルディンに頼ってるわけで、彼に何かあったらもうもしかしたらおしまいなのかもしれない、分かりませんけど。でそれとの関係で言いますと、このアレクサンドリア図書館って言いますのは、今のムバラク大統領が強力に支援することによって成り立ってます。来年の選挙でどうなることか、ムバラク氏ももう80代の半ばになります。でその次に彼の息子とか、あるいは国際機関である国際原子力機関の事務局長をやってた方とか、何人かの方が立候補してますけど、おそらくエジプトのリーダーシップをはじめ激震が起こるだろうと思います。日本からは今度まだ名前申し上げられませんけど、3代目の理事として、こういう激震にも耐えられる方になっていただくことにしております。アジアからはその中国が、まあ、最近ですと何に関してでもそうなんですが、もう必死になってここアプローチしてるんですが、それはちょっと跳ねのけてもらいまして、今私の後任の理事としては黒川先生、お医者さんですね、科学技術会議の議長をやっていらした方ですが、私が社会科学ですので自然科学の方になってもらって、タイミングとして今度は政治的激震をもうまくこの、アレクサンドリア図書館がなんとか生き延びる手助けをしていただける方ということで、来年の4月には正式に就任していただくことになると思いますが、そこではこの私はそのアレクサンドリア図書館の可能性と限界というところの3番目にセラゲルディン博士個人の異能さに対する依存って書いておきましたけど、それをサポートする政治システムの問題もある。でそれも限界があるような感じがいたします。でこの、セラゲルディン氏のこの作業を見てて、でそこで彼が非常に精力的に取り組んでいますのは、今の世界の知識の状況として総合化するプロセスにどうやって貢献できるだろうかということで、大変な貢献をしているわけですけど、彼の場合には先ほど申し上げましたように、ユネスコ事務局長選挙でしょげ返ったということをバネにしまして、こういう
素晴らしい、インスティテューションを今作りつつあるわけです。でその彼の挫折から彼がおっとできそうだなというふうに感じた。でその感じたのはその時点で、私はその時点でも、彼と話しましたけど、彼にはポッと夢が湧いただけだったんです。でそれまでその私と彼の付き合いは水の問題で、1998年に21世紀の水ビジョン委員会というのができまして、世界から21人人が集まるということ でそれの議長にセラ・ゲルディン氏が任命されまして、で彼から私に、委員の一人になれと言ってきまして、で私は冗談じゃない、私は水のことなんて何も知らないよって、でそんなの引ける受けるわけいかないって言いましたら、彼が言うのは、そんなこと言ったってお前水は何にも悪くないんだと、水悪くないの、水に負荷をかけるやつらが悪いんだって、負荷かける最大のものってのは開発だろうと。アジアで開発の問題ワシントンで議論してるとお前の名前いつも出てくると、だからお前出てこざるを得ないんだと、お前がそんな水のこと知ってようが知ってもそんなの関係ない、責任があるんだと。これで困って私はいろんな方に相談しまして、結果として日本の中でそのこの委員会出るごとに委員会のアジェンダに関して、私は水に関して何も知らないから知恵を出すメカニズムを作っていただけんだったら引き受けられるけど、そうじゃなかったらこれは断りますと言いましたら、政府が中心になってそれを作ってくれまして、それでこの世界水ビジョン委員会お役目かろうじて果たしたんですが、でその後もこの水問題に関して今度は私がチェアになりまして、その、そこに集まった人たちを中心にして、時たま集まるグループができたんですが、そういうところで、時々会っていて、でその彼のそのユネスコの挫折と、それからその後ポッと出た夢も間近に見てるんですが、それを今こうやって実現してるんですね。すごいことをやっちゃってるなという感じします。彼まだ60ちょっとですから、しばらく元気に飛び回るでしょうけど、それにしてもあまりにも元気に世界中飛び回ってるので、ちょっと心配になります。でそのただかその彼にあまりにもこのインスティテューションが依存しているというのが弱みでもありますけど、彼の個人という視点から見ると私は非常に強く感じますのは、彼は随分年取ってからですけど夢を実現してるなという感じがします。でその夢を実現しているアレクサンドリア図書館を通じて、おそらく世界この地という側面からは今後どんどん大きな影響を受けていくことなんじゃないかなという感じがいたします。なんか私のモノローグになっちゃいました、すみません。なんか普通の話とその後の Q&A というスタイルを取りたくないって言ったんですが、そんな形になりそうなんですが、何かご意見質問ありましたら。